私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。大野智、最終決戦の練習は1ヶ月もなかった。中村監督が明かす忍びの国制作秘話。ニューヨークのジャパン、ソサエティで開催されたジャパン、カッツ。のオープニングナイト作品として上映された映画忍びの国について、中村義弘監督が7月14日、現地時間、インタビューに答えた。本作は和田龍の同名小説を予告版などの中村監督が大野智主演で映画化したアクション時代劇。戦国時代に織田信長が攻め入ることを躊躇した伊賀の国。その伊賀の国の凄腕忍者、無門、大野、は怠惰な生活を送っていたが、ある日、信長の次男、信雄が独断で伊賀への侵攻を開始。武力、兵力では太刀打ちできぬ忍びたちは秘策で織田軍に対抗するも、無門に弟を殺され織田軍に寝返った兵兵、鈴木亮平、の戦術に苦戦を強いられる。映画怪物くんでタッグを組んだ大野を無門に配役したことについて中村監督は、僕の知る忍者はドラマで見た上忍、忍者は上忍、中忍、下忍に分かれる、を裏切ったり、抜け人、脱走者、となったり、かつて味方だった忍者に追われたりしているイメージでした。和田さんの原作には僕の想像する忍者のベストな部分が記されていて、これは外国人が持つ忍者のイメージとは絶対違うと思うんですが、そこが大野君に合っていましたねと語る。今作はアクションのバリエーションが豊富だが、そのうち3つの戦い方に注目すべきと中村監督は言う。まずは、冒頭と最後にある、川での、後方に線を引き、その線の中で相手と一騎打ちする、戦い方。次に前編通してのワイヤーアクションでの戦い方。これは原作では忍術をあまり使っていないので、そのまま映像化すると、アクションを求める観客が、退屈すると思い、ワイヤーを使いました。そして最後は織田軍の侍との戦い方。実際に織田軍との合戦での忍術は、僕らがオリジナルでアクション演出をしています。特に忍者側と侍側ではアクション監督も変えているんですとこだわりを明かした。また、10分近くに及ぶ平兵と無門の戦いについては、平兵の本格的な戦いは無門との戦いだけなので、鈴木君はクランクインの3ヶ月くらい前からずっと練習していました。一方、大野君演じる無門は、他にもアクションがたくさんあるので、先に別のアクションをこなし、最終決戦の練習は1ヶ月もありませんでした。加えて彼らが練習を合わせるタイミングもなかったんですと中村監督。大野の集中力と反射神経に改めて驚かされる必見シーンだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。